叫べ呼べよ地を走れ正義のために身を捧げ行くぞ我らが忍者くの一いよいよ、始まりました、クノアンのね特番ということで今回、今を憂う時代はクノアンお届けしたいと思います。50分というね長いような短いような感じですけれども皆さん最後までお付き合いください。そしてですね今回はもう一人のパーソナリティ、クノアン秋地をご紹介します。どうも皆様こんにちは。こんにちは。忍者パンの、代表で、玉井忍者クノワンをプロデュースしております秋地と申します。今日はよろしくお願いいたします。します。はい、今日は、歌舞伎忍者、クノワンの設立経緯に始まり、これから何を目指していくかそういったことまでを、秋地プロデューサーにねガンガン聞いていこうと思うので、早速今日はいろいろとクノアについて大いに語ってください。お願いします。かしこまりました。それではですね私がどんなことを今日お話しするかなんですけれども、まあ、今、歌って舞う忍者クノワンというものについて、いろいろ進めてはいるんですがそれがどうしてそういうのが始まったかという経緯をですねちょっと昔のお話からしていきたいと思います。基本的にはですねまず私の音楽との出会いこれは13歳でギターですね音楽の授業のギターでに出会ってそれからですね、まあ、その世界に入り込んできて割と早い段階からコピーをしないでオリジナルを作り始めたっていうなんか思い出があります。なんかね人と同じことをやるのがその頃から嫌な人間だったので、オリジナルを作りながらやってきて大学生でないですね大学生ぐらいの時には当時の、今はなくなりましたけどポップコーンっていうのがあってそのポップコーンに応募はするんですが常に予選敗退。まあこれはですねどういうことかというと、まあ、力がないというか、まあ、能力がないということの表れではあるんですがそんなことは気づかず、その突っ走りましてですね、その後、まあ普通のサラリーマンをしながら、今ギターサラリーマンバンドをですね続けていたんですがなんと49歳の時にギターショップをですね開業ということから起業が始まりまして第二の人生がスタートしております。なんか何が起こるんだろうとねなんかこうちょっと不安を煽るようなスタートですけれども企業人生のこのスタートっていうのはじゃあその後どういったストーリーになっていくんですかね。はい、まあですね先ほど申し上げましたけど人と同じことをまあ勤めてやらないという性格がですね、災いしたのか分かりませんけれども49で企業デビューをしておきながら何をしたかというとギターショップなんですけれどもそのギターは何かと自分で作ったんです。まあ、そういった形でですねかなりクレイジーなスタートデビューをしまして皆さんご存知ですかね、世の中のギターというとフェンダーとかギブソンとかいうトップブランドがありますけれども、まあ、平均的に見れば40万円ぐらいだと思います。さあ私が丹念に思いを込めて作ったこのギターいくらだと思いますか。ちょっと想像つかないですけど教えてください。すいません一人で全部やるものでですね時間もかかるということも含めてまだパーツにもこだわりすぎたんで80万円です。80万円、はい、楽器ってそんなに高いですかね。いやフェンダーとかギブソンが40万の時に、はい、オリジナル名もないクラクトマンが作ったギターの80万円で売るということから、私の企業人生が始まったということでございます。素晴らしいですね。それはもう紆余曲折だらけです。そんなような形でね言ってんだ。ただ参考まで一つ今日時間があまりないんで言っておきますけど私が作った1本目のギターは誰が使ってると思いますか。誰ですか。グレイの久志くんです。はい、まあ、これをね呼んだことがあってそういうご縁があったんですけどまあまあそういうことも含めて、はい、スタートしております。さあただここでねお伝えしたいのは僕自身がなんで
ギターが作りたかったかなとかじゃなくて、人文の人生そのものにはですね必ずこだわるというところです。これがぜひいろんな、ね、若い方々にもお伝えしたいんですが、やっぱり自分らしく生きるっていうことへのこだわり、これをずっとやり続けてきたのが自分だったのかもしれないです。で、まあ起業したもののやっぱりテーマが2つあったんですね。なんで起業したか。1つ目、まず好きなことやりたいことしかやらない人生、これが1つ目です、うん、それが2つ目、49歳という年もあったんで、さすがにそれぐらいからはやっぱり人のお役に立てるような仕事をしていきたいなという、この2つです。まあ、そんな中で、まあ、いろんなことが起こって、続けていくんですが、一番印象的だったのは起業して半年後の忘れもしない 3.11 東北の大震災です。まあ、私その当時ショップにいたんですけども、まあ、幸い何も、まあ、東京だったんで幸い大きな被害はなく過ごしてきたんですけども、ただ東京にいたからよかったとか、私たちは被害ないからよかったじゃないじゃないですか。やっぱりみんなが何かしらできることをやっていくものだということをもう悟りましたので、じゃあ自分らに何ができるんだろうとなった時に、答えは割と簡単だったんです。もともとうちの社員が宮城県ということもあったりしたこともあって縁があったんですが、まあ、震災の3ヶ月目から、いわゆる音楽で被災地をね元気にしていこうという形のプロジェクトで定期訪問が始まりました。でその時に作った曲が、次におかけするまあ、ソメイヨシノという曲になります。うん、まあ、ある意味日本の象徴である国の花桜を通して復興をね勇気づけたいなという私自身の思いなんですけれども、まあ、その全て失った土地に桜をね一つずつ植えていって、その次の春を待つ、春の憧れ、そういったものをね描いていけたらなっていうことを、まあ生命のね儚さ尊さも含めて歌にしたつもりでおりますので、ぜひですね歌詞にご注目の上お聴きくださいませ。どうぞ。どうぞ。
皆様いかがでしたでしょうか。私たちの大事な曲ソメイヨシノ、まあ、歌を通してね自分たちの思いを届けている、まあ、そういった姿勢を感じ取って、いただけたかと思います。まあ、この、まあ、今でこそ忍者の姿をこう借りて活動させてもらってるわけですが、なんとね震災の、まあ、震災ということに私たちの原点があったわけですね。まあ、そのあたりも明智プロデューサーに今日はいろいろとたっぷり聞きたいと思います。よろしくお願いします。はい、自分はですねある時からその音楽を通して、世界平和に貢献できたらいいなとうっすらと思い始めて、まあ、僕らの世代っていうのはねジョン・レノンが心の中にいたりもするんでなんかそういった思いがあって、でそれがまさしくですねある一晩の出来事で決定づけられます。ちょっとね年がバレますけども1985年の1月の28日、そうです USA for Africa ですね、いわゆる We are the World です。まあ、これが今でもね、自分自身のバイブルとして心の中にずっと刻まれています。おそらく言語や宗教、民族、政治といったですね壁を一瞬にしてクリアできるのはおそらく歌しかないと、そういうふうに確信しています。まあ、歌というよりね僕らは歌パフォーマンスで人の心に何か残せたらいいなという形で今でも取り組んではいるんですけれども、はい、まあ、明智プロデューサーの、まあ、音楽的ルーツはよくこう分かったんですけれども、その復興の次には何をテーマにこう活動していったんですか。はいはい、ありがとうございます。いいツッコミをしますね。はい、ありがとうございます。はい、予定通り流れがいいと思いますよ。ありがとうございます。平和に注目してね多くの方々にって言った後にちょっとですね僕らもう少しターゲッティングっていうかですね、全世代っていうことではなくて少し幼少の子どもたちというターゲットで、まあ、いわゆるリトミックです。で自分たちの歌、先ほど歌パフォーマンスっていうお話をしたのは歌だけではなくてこういったパフォーマンスまで含めたものを展開していこうと、つまりお客様の声が出て体が動いていったらどんなに素敵だろうというふうに思いました。ジャンル的にはですねちょっとその時代のあれもあるんですがちょっとアイドル業界的なところもあって、まあ、そちらに向けてのアプローチでもあったんですが、実はその世界は実にね楽しいものでありましたし、その瞬間瞬間の分かります、あのパッション、こんな言い方ですがオタクという方々のパッションは半端なかったです。汗だくの彼らのあのパフォーマンス、そのまあね素晴らしさを分かりながら、でそれこそですねあのアイドル事業や業界って文化、あれこそ日本で生まれた立派な文化だと思いますよ。で海外でもですね何か所か回ってきてはいるんですけど、でそういうのアイドルスタイルをやってきまして、かなりエキサイティングなですね思い出を作らせていただいております。まあとはいえね、まあリズムやノリだけで乗せるということがだけが得意ではないんで、どうしてもやっぱり歌詞に意味を込めてとかなんかね難しく作りたがるんですけど、まあそんなようなことも含めて次にですねその時代の話、歌です。ちょっと今回ショートショートでつなぎますけども、春風が好きという曲で、これはやっぱり僕自身が季節はどこが一番好きって言われたら間違いなく春なんですよ。春って全てが始まる気しません？なんか今までのこと全部忘れてよくないですか？なんかリセットできるのも春だなって気がしてるんで、なんか僕自身はその春が一番好きなんで、歌はどちらかというと春の歌が多いんですけど、まあ、その中でもちょっとねこういう明るい歌を作ってみています。それからもう一つがですね、おもたのっていう曲なんですけど、おもたのとは一体何でしょうか。はい、私は聞かれてますよね。はい、はい、よくねライブでも、もう毎回と言っていいほど歌う曲なんですけれども、面白、楽しく、略して、はい、おもたのという曲です。すいません、非常にシンプルで申し訳ございません。とはいったもの、そういった形で僕ら自身のメッセージが、とにかく人生っていうのはいかに面白く楽しく生きていこう、欲しいっていうことの思いなんです。まあ、そんな形でね曲を作りまして、ちょっとこれオムニバスで2曲続けますけれども、ちょっとぜひ聴いていただければと思います。どうぞ。春が大好き、
き忘れない、振り向かないとそう決めたの、さよならありがとう、心に刻まれたあなた、目の前をキラキラ流れる星に捧げた祈りをきっときっと誰か感じてる、お聞きいただきありがとうございます。こう今にもね、こうアイドルのなんかこうアイドル現場をね、なんか彷彿とさせるような曲2曲でしたけれども、あの動画を見ていただくと、まあ、皆さんね、こうあのお面とかね、あのこうご覧になったかと思うんですけれども、あの私たち結構いろんなイベントで、あのリトミックだけじゃなくて、こうお面をね
一緒に子供たちと作るっていうのをやってまして、でそのお面をねこうみんな思い思いのを書いてこうかぶって、まあ、忍者と一緒に写真を撮るなんていうこともやって、それをこう動画に収めさせていただきました。はい、ありがとうございます。2曲目のね、おもたのでは、なんとリトミックからどんどんねこう規模を拡大しまして、山梨県でね最大の武将のお祭り、こう信玄公祭りというのにね、山梨県の、人たちと一緒にもう50人ぐらいで忍者隊を結成して、みんなと一緒にこうお母さん、お子さん一緒にこうパフォーマンスをしたっていうね、まあ、ちょっと今年一番の出来事だったのでちょっと動画に入れさせていただきました。こうなんかみんなでねこう明るい曲でいっぱいこうパフォーマンスすることも多いんですけれども、まあ、実際このアイドルに向けたこうアイドル向けの曲からちょっと方向性が変わっていったきっかけとか、そういったのはどんなことストーリーがあるんでしょうか。はい、ですね、まあいろいろと歴史的な背景が結構影響しておりまして、2015年ぐらいからですかね、なんとなくどうですか、世の中テロっていうのがですね、なんとなく増えてきたかなと、まあ日本でではないにしても世界でポツンポツンと出てきた印象があるんですよ。で特に2016年ですかね、バングラデシュのテロ事件で、いわゆるJICA のね日本人が巻き込まれたと、あれちょっと人事じゃなくなってきたなっていうのが、そのより平和に私の意思をですね向けたきっかけだったというふうに思っています。はい、世界平和に関して、じゃあ自分たちはじゃあそれこそまたね何ができるんだろうかと、世界平和世界平和と叫んでるだけでは意味がないなと、じゃあ何ができるかといったものの、自分たちのすいませんできる範囲って限られてるじゃないですか。やっぱり何でもできるわけでもないし、それこそ限界っていう言葉ではないですけど、やれることって限られてるなと思った時に、あ、そっか、僕の自分には音楽がとりあえずあるかということで、まあなんていうんですかね、あまりこう理屈っぽく並べても意味がないんで、音楽を素直にそちらの方に向けてみようと。じゃあ何するかって言ったら、音楽はまさしく文化交流ですよ、はい、これが世界のいろいろな壁をですね乗り越えられる一番いいものであることはもちろん感じていたんで、だからまあこれをどうやって形にしていこうかってしたときに、さあ問題です、世界中の多くの方々ですね、つまりね世界中の多くの方々にじゃあ日本代表として行ったときにどんなスタイルが受けるかと、はい、多分ですねやっぱり着物を着るとかね、いろいろあると思うんですが、ちょっと僕ら歌で音楽で行こうとしてるんで、もう一歩推しが欲しいんですね。そうすると何がいいのかということなわけです。難しいですね、はい、答えがあります。日本人は武将、いわゆる織田信長、豊臣秀吉、徳川家康というような武将が大好きです。まあね、もちろん外国人の方々も当然興味がある方いると思いますが、どちらかというと一般論から言うと忍者の方が好きらしいです。よかった、はい、というようなところで、まあ実にシンプルに、あ、外国の方、我々だって外国の方々にいろんなもので交流しなきゃいけないじゃないですか。分かりにくいもので一旦ダメなんです。忍者忍者忍者という方が分かりやすかったんで、まあ選択肢は非常にシンプルに、まあ忍者の方をね選択したという形だったです。ただここでね一番重要なことは、やっぱり所詮って言い方変ですけど、忍者も武将もそうですけど、昔の過去のものじゃないですか。それを別にコピーしてきて持ってくるのも意味があるわけではなくて、はい、要は現代に蘇ったいわゆる忍者、まあ、忍びがですね今の時代にどうやって貢献できるかっていうところに意義があると思ったんです。だって別に戦国時代の世界平和を解いてるわけでもなくて、この今の令和の時代の先の平和を僕らはね解いていこうとしてるんで、それこそそのいや戦国時代にはこんな忍者がおりましたっていう話は僕にとって全く意味がなくて、それではなくて、そういう時代のものに対して当然全て感謝と供養というのをして続けてきてますけれども、それに基づいて僕らが何できるかというお話だと思います。で例えばうちは
事務所が女性が多かったんで、忍者をやるにもじゃあ女忍者がいいなということで、まあくのいちという言葉が今普通に回ってますけど、これはちょっと正式な言葉ではないです。ただまあ分かりやすいと分かりやすくという意味でくのいちという言葉を使いますけども、それはくのいちをそのままくのいちって言ったんじゃ、じゃあどうだろうってあったんで、わざわざアルファベットの KUNO 数字の1と書いて、くの1というふうに呼ばせるようにいたしました。はい、ありがとうございます。まあそれもですね、またなんていうんですかね、くのいちもじゃあ誰かって特定、なかなか多分歴史を学んでる方々もできないと思います。まあ、本来はね、忍者は見えてはいけないものたちでもありますし、まあ、そんなようなことから含めて僕らは実はですね、甲斐の武田信玄公が、いわゆる甥の望月盛時で、その嫁の望月千代女にですね作らせた歩き巫女というのがいるんですよ。まあ、そこを実は祖としておりまして、いわゆるくのいちとはちょっと違います。ただ歩き巫女というのもその一つの業務の中に当然いわゆる諜報活動、いわゆるスパイですねが入っていただろうということで、まあ、忍者のような、ね、見方をするものもあります。ただ私たちは歩き巫女の活動の中で一番注目したのは、僕らは何ですか、もう一度思い出してください。女性タレントが歌を歌ってます。それが忍者をやります。どこにつなげますか。はい、歩き巫女は実は歌舞音曲、歌う舞う音の曲と書いて歌舞音曲というですね、それが実はいわゆる業務の中にあるんですよ。要は大道芸をねしたりいろんなことをする中にあって、おこれだと、まさしくこれだということで、現代によみがえった女忍者隊クノワンが歌を通して世界との文化交流していこうという形で結成しました。ありがとうございます。まあ、ここでですね、次どんな曲をですね、かけていくかということで、またちょっと忍者寄りのね、曲を、ご披露しますけれども、まあ、その時にちょっと少しまたね、いろんなご意見感想をいただければと思いますが、はい、なんかこうね、普段ライブで私も MC をさせていただくんですけど、今日はほぼメインパーソナリティはね、秋地プロデューサーということで、私はこうね、ただこううなずいてるだけなんですけれど、かなりね、秋地プロデューサーパッションの強い方なので、すいません、通常は僕は影ですからね、表には絶対出ないんですけどね、今日すいません、はい、特別です。ちょっとタレントよりも目立ってるプロデューサーですが、はい、まあ、熱い思いをねすごく聞かせていただいて、私もそんなことがあったんだななんていうふうにこうなんかこうしみじみしておりますけれども、ここからはくのわんのね代表曲3曲をかなり忍者らしい、まあ、忍者ロックというジャンルでお届けさせていただきますけれども、簡単にで大丈夫なので、ちょっとこの3曲について、はい、教えてください。基本はですね、これはすいません、もちろん当時私は生きてたわけじゃないので、彼女たちにね一人一人インタビューしたわけじゃないんですけれども、おそらくこれはまあ今の我々が推測していいことだと思うので、そうしてるんですが、まあ女忍者というか基本的な使命を持った、そして諜報活動を中心とした使命を持った、まあ、忍者じゃないですか。だから彼女たち、彼ら、まあそうです、忍者もそうですけど、何がポイントかっていうと、皆さん方少しですね、これいい悪いは別ですよ、忍者ってのどんなイメージがあるかっていうと、まあ、今世の中で忍者隊をやってる方がもちろんたくさんいらっしゃって、だってどちらかというとどうですか、殺人とか盾ですよね、盾、盾振る舞いの方々が大変多いかと思うんですが、もちろんそういう行為もしていた部分ももちろんございます。ただ、まあ、どの時代を見るかにもよりますけど、僕ら見てる戦国時代以降のですね、忍者というところでいくと、間違いなく一番諜報活動、スパイですね。となると何がポイントかっていうと、生きて帰ってこなきゃいけないんですよ。戦ってウォリアーってやってる時に怪我をしたり殺されてしまったらダメなんですよ。だからですよ、ちょっと言い方語弊があるわけじゃないんですけど、これも事実の一つですけども、彼らは努めて戦いをしてなかったと思います。僕はできるだけその機会を避けたと思います。じゃないと帰ってこれないんで、なんていうことをまあ思いながら、その中で先ほどの部分に、私たちは女忍者隊なんで、いわゆる女忍者くのいちの思いにそれを置き換えて 歌を作ってるんで、どうですかね、やっぱり、まあ、女心ということではなくて、その切なさ、
やっぱり儚さ、切なさっていうのを込めたような、まあちょっと歌詞も少しこだわりすぎてるとかあるんですけど、まあ、そんなような歌を作ったというのが今回の私たちのですね、まあ女忍者クノワの忍者系の楽曲です。まあ、だから歌詞の、今までの曲のように歌詞の意味をですね追いかけていただくよりは、これすいません、これ僕自身が好きだからやってるんですよ、音と言葉のこうつなぎ合わせというかですね、この辺をちょっとぜひご注目してお聴きいただけたらというふうに思います。はい、それではまずクノワの代表曲3曲続けてですけれども、いや続けてでしょ、あ、一応はい、あの秋地プロデューサーにまたね、あの曲についていろいろ語って続けてではないですけれども、はい、3曲のうちのまず1曲目は、香る、香水の香ですね、香る、そして思いの歌、香草花という曲です。私もねライブで歌うとすごくハイテンションな曲ですので、私のライブ映像とライブの写真ですね、ライブ写真と一緒に、お楽しみください。どうぞ。砕け散る心、その訳などは知る由もない、嘘ぶいた駆け抜ける、高速化お聞きいただきました。
先ほどのこうアイドルらしい可愛い曲たちとはまた違って雰囲気変わりましたね。ありがとうございます。じゃあもうあれですかね、これからもうマーキジプロデューサーとのやりたいことがたくさんあるかと思うんですけれども、はい、はい、今ね、聞いていただいたように、やっぱ雰囲気はねガラッと変わってくるんですけど、どうですかね、やっぱりなかなか忍者で明るいところを歌う歌っていうのはちょっと作りがたいなっていう感じがあったんで、どうしてもマイナー調のね曲ばっかりになっちゃうんですけど、まあそんなことも含めて我々がねこれから何をしたいかっていうところをですね少し触れていきたいなというふうに思います。歌を歌っていくことにもちろん変わりはないんですけれども、目的テーマがやっぱりありますので、その辺をですねしっかり聞いていただければと思っています。でやっぱり今先ほど言いました世界平和というところに視点を置いたとしてもですね、世界中どうでしょうか、いつ戦争がね起こってもおかしくないような今時代じゃないかと思っています。でまあ、その中で宗教とか民族だとかそういった政治経済的なものも含めて一番その影響を受けにくい、まあ国民というかはですねこの日本だと思うんですよ。この日本人こそ一番穏やかなというかですね平和な民じゃないかと思っております。まあこれはねもともと縄文時代というねまあ1万3000年近く戦争がなかった時代から培われてきているものなのかもしれませんが、一時ねもちろん当然日本も戦国時代なんかにしていますけれども、今また平和の国に戻っているようにやっぱ平和に対してすごく日本というのはふさわしい国だと思っていますし、またそれを担う我々日本人も、まあ、こんな言い方もねちょっとちょっとざっくりした言い方になっちゃいますけど、うん、やっぱり、まあ、GHQ でかなりコントロールされたところもあったんで、やはり日本人ってすごく僕は優秀な、もっともっと優秀な、民だと思ってます。だからこれから世界活動の中心がね日本に来るんではないかということを含めて、我々が何できるかということは先ほどもから言ってますように、音楽を通した世界との文化交流をしてまずより一層近い位置にですね世界中の人たちをまとめる、そしてそこの中でいろんなことを話をするのと何もない段階で行くのと違うと思います。だからまずは心の中をつないでからやっていくという、そんなようなね役割ができたらなというふうに思っておりますので、まあ一つね残りまだ、忍者系の歌がありますのでぜひ聴いていただければと思いますが、まあ、もう一曲目をねぜひご紹介ください。はい、続いての曲はね、紫小町というね、まあ、くのいちをそのままもう曲にしたようなこう切ない大人の、ロックナンバーとなっております。皆さん、私のねくのいちとしてはこうね七変化を大々的にこうアピールしていきたいと思っていますので、そのお写真とともにお楽しみください。どうぞ。どうぞ。閉じ込めて、 気
紫小町、お聴きいただきました。私のね、なんかこう七変化もたくさんこう楽しんでいただけたらとても嬉しいです。さあ、いよいよですね、最後の方に時間も迫ってきましたけれども、はい、我々がこれから最後はっきりと言います、お伝えしておきます。やること、要はインバウンドをですね、いわゆる外国人旅行客の方々をどう取り込むかということで、まず国内の地域創生活性ということをしながら、我々もインバウンド誘致に世界へ出ていくというような流れをこれからやっていきます。ぜひですね、ご協力ないしはご一緒にやれる方募集しておりますので、お声掛けいただければというふうに思います。ありがとうございます。最後の曲になります。これいつもライブでも一番最後にね、エンディングで、はい、ガツンとかますロックなんで、お聴きいただければと思います。タイトルも言ってください。はい、まあ、今東京のね、台東区鳥越からお届けしています。まあ、東京は昔江戸と呼ばれていました。なので江戸臨歌お聴きください。ありがとうございます。ありがとうございます。いかがでしたか？時間となりました。はい、それではですね、先ほどからお伝えしてますように、我々はこれから国内外における世界的な文化交流を推進していきます。それが世界平和の道だというふうに思っています。ぜひ皆様と一緒にやっていきたいと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。それでは、にんにん。正義のために身を捧げ、いくぞ我らが忍者くの一。
読み